マスタートです。聖書メッセージの時間となりました。ではお願いいたします。天の神様、この聖書メッセージの始めから終わりまで導いてください。感謝して、イエス様のお名前によってお祈りいたします。あなたは今、自分がどこにいて、どんな目的で何で生きているのかわかりますか今日はこの聖書のーセですね。申セ、 彼は、えー、ま生まれてすぐうそのお3ヶ月ほどおられましたけどパロがオエジプトの王パロが、えー、このヘブルの子供たちを男の子を特に、えーま、殺しなさいということでお親があかわいそうにおお覚えてパピルス製、えー、で、えー、ナイルガンに茂みに置いたところパロの娘が水揚げに来た時に拾って。あ モーセですね、えー、水の中から拾い上げたということで、えー、このヘブルで,ですけど、えー、この大きくなるまで、えー、パロの宮廷で育てられましたけど、えー、でも見た目も違いますね。そしてて、えーま、大きくなって、えーそのえーえー、ヘブル人が エジプト人が箇所、えー、ですね、まあ、エジプト人、ヘブル人がそのエジプト人にそのい,いじめられているのを見て、そのエジプト人を撃ち,ち殺して、それから追われる身になって、ミ、えー、ディアの地に逃れて、えー、80歳までですね、80歳になって、えー、この、えー 神様に、芝の中にあ,あって、えー、この苦しんでいるこのイスラエルの民をエジプトから脱出するこのヒスエジプトを出せるその目的に召された神様から声かけられた人ですねまあそういう,う箇所ですけどモーセがこの どうして私はここにいるんですかという箇所から目を通していきたいと思います。まあ、大まかなあらす字を述べましたけど、今日は出エジプト記5章ですね。5章からの、えーまあ、応答ですね。聖書読んでの応答、えー、メッセージとなります。今日は出エジプト記の5章の、まあ、注目する箇所は、 節のの後半の部分ですね、えー、それでモーセは死のもとに戻りそして申し上げた死をなぜあなたはこのために害をお渡りなのですか何のために私を使わされたのですかということで、えーまえー、モーセが、えー、ちょっとクエスチョンマークになっていますねはい、えー、このモーセはこの 神様との出会いですね、えー、そして、えー、これは先ほど言いましたけど御言葉でこの、えー、失礼直々、えー、この、えー、まあ一章の、えー、22節先ほど私が、えー、まあ大まかなこと言いましたけど御言葉で確認していきたいと思います。一章の施政直々一章の22節にまたパロは自分の全てのタイミにグに命じていった。 生まれた男の子は皆ナイルに投げ込まれなければならない女の子は皆生かしておかなければならないそれと、えーえー、2章の実説、えー、ですねその子が大きくなった時女はその子をパロの娘のもとに連れて行ったその子は王女の息子になった彼女はその子をーセと名付けた 彼女は水の中から私がここの子を引き出したのですと言ったからである、えー、そして、えーえーまあ、こうして日がたちモーセが大人になった時彼は同胞のところへ出て行きその区域を見たその時自分の同胞である一人のヘ,ヘブル人をある,エジプあるエジプト人が撃ってるのを見た辺りを見渡して他に,に誰もいないのを 届けると彼はそのエジプト人を撃ち殺しそれを砂の中に隠したとありますね、えー、そして、えー、三章のー一節ですね、ま、神様に会うものですね、えー、モーセはメディアの祭司で彼の舟と遺転の羊を飼っていた彼はその胸を荒野西側に追っていき神の山ホレブにやってきたすると主の使い彼に現れた 芝の中の火の炎の中中火炎であったよく見ると火で燃えていたのに芝は抱きつけなかった。あーこうしてモーセはー4節ですね、えー「主は彼が横切って、えー、見に来るのをご覧になった。神は芝の中から彼を呼びモーセ、モーセと仰せられた。えー、彼ははいここにおります」と答えた。 はい、えー。このように、えー、神様に、えー、見出され、召されましたですね。はい。えー、そして、えー、今日の箇所ですね。えーえー、と、が5章ですので、はい。では行きます。5章ですね、えー。その後、モーセとアロンはパロンのところに行き、そして行った。 イスラエルの神、主が構成られます。私の民を生かせ、アラノで私の民に祭りをさせよパロは答えた。主とは一体何者か。私がその声を聞いて、イスラエルを生かせなければならないというのは、私は主を知らない。イスラエルを生かせはしない。すると彼らは言った。ヘブル人の神が私たちにお会いくださったのです。どうか今、私たちにアラノへ三日の道のりの旅をさせ。 私たちの神、死ぬ生けねえを捧げてください。でないと、死は疫病か剣で私たちを打たれるからです。エジプトの王は彼らに言った。モーセとアロン。お前たちはなぜ民に仕事を辞めさせようとするのか。お前たちの区役に戻れ。パロはまた言った。ミオ、今や彼らはこの地の人々よりも多くなっている。そしてお前たちは彼らの区役を休ませようとしているのだ。 その日パロはこの民を使う監督と忍風頭に命じていった。お前たちはレンガを作る藁をこれまでのようにこの民に与えてよならな、ね、い。自分で藁を集めに行かせよそしてこれまで作っていた量のレンガを作らせるのだそれを減らしてよならな、ね、い。彼らは怠け者だだから私の神にいけを捧げに行かせてください」と言って叫んでいるのだ。 あ,あの者たちの区役を重くし、その仕事をさせなければならない。偽りの言葉に関わりを持たせてはいけない。そこでこの民を使う監督と妊婦頭たちは出て行って、民に告げて行った。パロはこう言われる。私はお前たちに笑を与えない。お前たちは自分でどこへでも行って笑を見つけて取ってこい。お前たちの区域は少しも減らさない。 そこで民はエジプト伝道に散って藁の代わりに刈り、えー、株を集めた監督たちは彼らを先立てていった藁があった時と同じようにお前たちの仕事お前たちのその日その日の仕事を仕上げようパロの監督たちがこの民の上に立てたイスラエル人の忍風頭たちは打ちたたかれなぜお前たちは定められたれんの分を昨日も今日もこれまでのように仕上げないのかと言われた そこでイスラ人の妊婦頭たちはパロのところに行き叫んでいった。なぜあなたのシモベどもをこのように扱うのですかあなたのシモベどもにはわらが与えられています。それでも彼は私たちにレンガを作れと言っています。見てください。あなたのシモベどもは打たれています。しかし、行けないのはあなたのためなのです。えパロは言った。お前たちはなげ怠け者だ。怠け者なのだ。 だから私の主に生きの捧げに行かせてくださいと言っているのだ。さあ、すぐに行って働き。我らは与えないか。お前たちは割り当て,て、割り当て通りレンガを納めるのだ。イスラエルの妊婦頭たちは、お前たちのレンガがその日その日の数を減らしてはならないと聞かされたとき、これは悪いことになったと思った。彼らはパロのところに 出てきた時彼らを迎えに来ているモーセとアローに出会った。彼らは2人に行った。主があなた方を見て裁かれますように。あなた方はパロやその家臣たちに私たちを憎ませ、私たちを殺すために彼ら,に彼らの手に剣を渡したのです。それでモーセは主のもとに戻り、そして申し上げた。主を、なぜあなたはこのために害をお与えになるのですか。 何のために私を使わされたのですか私がパロのところに行ってあなたの皆によって語っていくからこの方彼はこの民に害を与えています。それなのにあなたはあなたの民を少しも救い出そうとはなさいません。はいええ姿勢一引章ですね。えー、まあ400年かあこの。 ヘブル、イスラエルの民はエジプトにおいて、えー、増え、栄えましたけど、えー、ヤコブがあ、ま、あ兄弟ですね、100人足らずで、えー、の上ったあ、えーカ、カナンに基金があって、えー、エジプトのうちに来て、えー、100人足らずで来た民が、あこのお、まあ、400年間、まあ、奴隷という身分,身分で、えー 増えましたですね。えーそ,そ,のにえー、そのため、えー、このイスラ人の,その苦しみが神様に届いて神様はその妄想をー選び出されましたそのモーセはー不思議な方法で、えーえー、水の中から拾い上げられてパローの大きくなるまで、まあ、40歳になるまで育てあげられそして、えー、まあ えー、エジプト人を撃ち殺したのでそこから逃げてミリアの地でのの、えー、80になるまで芝、えー、に中に、えー、神様から「モ想妄セ,セと語るまで、えー、過ごしていましたけど、えー、このイスラエルの民族民を多くの民をエジプトからカナンの地につけ連れ出すために召されましたあでもすぐにはそういうことはうまくいきませんね はいえー、パロとー、まあ、モーセですね、モーセは兄、アロンと一緒にパロのところに行って、えー、この民を晒してくださいと言ってますけど、そう簡単にはパロもお,お気を出します。それでえー 何度まあ十回ですね最後はウイゴ,ゴを亡くなってやっと出ていいと言われて出ますけどまだ追ってきてそのナイル側でそのまあ民はエジプトの民は後悔が割れてその乾いた地を歩きますけど追ってきたエジプトの王家臣たちはまた後悔に まままたあ、えー、溺れてしまいますねそういう失、えー、エジプト期ですけど、えー、このお間あまあ1回ほどお神様エジプトの災害に合わせますけどそのお苦しみ過程においてもし、えー、はこの、えー、最初の頃ですね、えー、もうすぐには。 パロは納得しませんねそれでもと、厳しい状況、電話作り、我、えー、を与えないですね。もうそういう厳しい状況で、えー、民は文句言いますね。なぜ私たちにここに来たのかあー。ということで、えー、まだ先の金の地にあっても、いろんな厳しい状況になってもま、また民はまたつぶやきますね。そういうことがこの聖書に書かれています。京都ですね、えー。なぜ私を使わされたのですか。ということで、えー、私も人生、 あってえー、新約聖書からこのすべてのことを愛働きて、えー、を見て、えー、年させていきたいと思います。多分ローマの8章の、えー、28節かな。えー、神様はべてのことを愛働きと益となることを私は知っています。そのことを、えー、28節ですね。はいえー 覚えててとしさせいいいきたいと思います、えー、神を愛する人々すなわち神のご契約に従って召された人々のためには神がすべてのことを働かせて祈としてくださることを私は知っています。えーはい、このことで、えー、今日の,、えーそのえー、礼拝説教のメッセージではありませんけど支援、えーま、の,の23十三篇ですね幸い。えー 愛の無知とですね、えー、支援の、えー、長くなりましたけど、えー、支援の23篇をお読みいたします。支援のダビデが言ってますね、えーあえー、ダビデの参加、えー。主は私に羊かい。私は乏しいことがあります、えー。主は私を緑の牧場にふさせ、憩いの水の鳥に伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。 たとえ石の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。あなたの道とあなたのこれが、それが私の慰めです。私の敵の前で私は、あなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の酒付けれています。まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。 私はいつまでも主の家に住まいましょう。はい、えー、感謝いたします、えー。今日の、まあ、出礼しおときのこの箇所ですね。えー、2二にをお祝いいたします。えー、それで申せは主のもとに戻り、そして申し上げた主を、なぜあなたはこのために害をお渡たりなんですか、何のために私を使わされたんですかという問いですね。えー、クリシャン。 人生の良い,い時も悪い時も全て駅となりまた、えー、私の ご結を持っています。感謝いたします。あなたもこの聖書をもとに。また、妙なの聖書時の的な教会において、イエス様を信じる魂にえなりませんか。あ、はい、感謝いたします。では、お祈りいたします。天皇神様、この聖書メッセージの時を感謝いたします。感謝して、イエス様のお名前によってお祈りいたします。あめ。まサートです。まずートのこの YouTube チャンネル登録、またコメント、いいねボタンとよろしくお願い,いたします。次回の聖書メッセージでお会いいたしましょう。仕上げ r g a パションブズユ、シャロム、シャロム。